らくお兄様はこっちです。どうしてわかる？それはそのあ今の声は何してるんだ、あんた。ちょうどよかった。大変なの。あっちであいつが大暴れ。もうあちこちめちゃくちゃ。意味不明だ。わかるように話せ。あいつはあいつ。そう、あの魔女の騎士。魔女の騎士。お兄様が大暴れ。そんなはずはありません。そんなの信じられない。今のあいつは魔女の騎士だ。信じて傷つくのはあんただぞ。いえ、そのそう、信じていたからこそ怒っているのです。行きましょう。真実を確かめなくては。彼女？違う。とにかく俺たちも行こう。
心。油断したか。
敵は倒れない。決める。宇宙で放浪しちゃう。邪魔する奴は蹴散らすだけだ。天までかっ飛決める。沈め。これで終わりだ。
騎士の心。いつでも相手してやる。我ら来ると思ったぜ。おびき出し作戦成功ってな。よう、
シードのなり損ね。グラフ、大事なルーンは粉々になっちまったんだってな。思い出のガーデンがなくなって泣きべそかいてるんだ。あんたこそ魔女の騎士はどうした？さっき別の騎士に会ったぞ。俺以外の魔女の騎士ね。あんた魔女に捨てられたんじゃないのか？魔女が俺を捨てた？そうだ、魔女はあんたを捨てて別の騎士を選んだ。分かってねえな。捨てる捨てないじゃねえ、会うか会わないかだ。魔女が騎士を変えたなら俺のやり方が合わなかったんだろうな。俺は戦う場所が欲しいだけ。前にも言ったじゃねえか。魔女に忠誠を誓ってはいないのか？信頼だの忠誠だの正直花から興味ない。だが俺は魔女についちまった。ついたからには勝ってみせるさ。もう戻れねえんだよ。悪いな。そうか、なら俺もあんたに勝ってみせよう。行こうぜ。邪魔する奴は蹴散らすだけだ。
決める。あっさり負けちまったな。カッコつけてます。負けて生きるは戦士の恥だな。煮るなり焼くなり好きにしろ。嫌だ。あんたは殺さない。俺たちと一緒に来てくる。はあ。煮るなり焼くなり俺の好きにしていいんだろ。お前話聞いてたか。もう戻れねえって言ったぞ俺ら。今さらガーデンのお友達に戻れってのか。戻れなんて言ってない。進むんだあんた。それともここで終わりたいのか。俺は戦いたいだけだ。戻るも進むも終わるもね。だったらなおさらだ。一緒に来れば戦える。しかも相手は魔女だからな。遠慮なしにぶっ飛ばせ。騎士が主君をぶっ飛ばせるかよ。主君への忠言も騎士の務めだろ。あんた結構策士。策士じゃなくて傭兵だ。傭兵は手段を選ばない。俺たちは先に進み、後から来ても構わない。セーラ、どうかしたか。置いてきてしまってよかったのでしょうか。グラフをまた襲ってくるかもって。何度来たって楽勝でスコールの勝ちでしょう。試してみるか。俺は構わない。やらねえよ。勝ちたい相手に声なんざかけねえ。有無を言わさず切りかかるだろうな。気持ちは決まったのか。お前ら魔女を倒すつもりか。あ、倒してみせる。心意気だけは立派だが、時間圧縮にやられたんだろう。何か策でもあるのか。それは。おいおい、そこで詰まるんだ。さては何もねえんだ。うるさいな。今考えてるとこなんだって。決まるのはいつだって話だ。お嬢ちゃんたちはお前の勝ちにかけてもらおうか。俺が欲しいのは対等な戦いだ。一方的にボコられるのは戦いとは言わねえ。勝機もないまま戦うならそれは無謀ってもんだ。俺を任した相手が叩きのめされるのを見るのも悪くない。派手に散るとこ期待してるぞ。俺に来いと言ったのは。
じけろ。you
は？
か。よWe'll be right back.
みんな、ちょっといいか。俺の正直な気持ちを話しておく。俺はアルティミシアに勝てないかもしれない。え？少なくとも今はまだ俺の力は足りてない。もちろん戦うからには勝つ気でいく。けど負ければ多分みんな死ぬ。お前バカか。嫌な話は隠した方が俺たちを都合よく使えたろ。それじゃあ騎士を使い捨てる魔女と変わらない。俺はみんなに魔女と戦った先のことを知ってほしかった。現実を知った上でどうするか選んでほしいんだ。お前を殺すか自分も死ぬか。そうだけど俺も死にたいわけじゃない。生きるために戦う。知ったごまかすもねえのかよ。今俺に必要なのは言いなりの兵じゃなくて仲間だ。嘘やごまかしはいらない。グラフ、俺はあんたに魔女を倒す仲間になってほしい。グラフだけじゃない、セイラやソフィーもだ。弱いと思っても構わない。去っていくならそれでもいい。ただ今は魔女を倒すため弱い俺に力を貸してほしい。それが俺の望みだ。嫌なこった。グラフ、俺にできるのは戦うことだ。力を貸すとか貸さねえとか難しいことは面倒だ。だから俺が全力で気持ちよく戦えるように弱えお前は頭を使え。グラフ、俺はこの先戦い続ける。進んで壊して潰して殺す。敵が誰かはお前次第だ。いや、それってつまり力を貸すってことじゃない？さてな、どう取るかはスコールに任せる。楽しい戦いを期待してるぜ。ありがとう。くれてやる。
止めて。
時間だ。落ちろ。
嘘やごまかしはいらない。セーラー、スコールはお兄様に会ってどうするつもりですか？どうと言われても最初から変わってない。追いかけて話す。その後はあいつに仲間になってほしい。それも伝えるつもりだ。そうですか。セーラー、あいつの説得の手伝いを頼めるか。俺の話は聞かなくてもセーラーの話なら聞くかもしれない。わかりました。私からもお兄様にお願い。いえ、ビシッと言ってやります。ああ、頼む。
かい？死ねえよ。受けてみろ。Thank you.
散っていけ。遅かったな。いろいろあったんだ。おかげで仲間が増えた。なるほど。旅を満喫しているらしい。だが仲間をいくら増やそうとあんたが弱いままなら何も変わらない。魔女どころか俺に勝つこともできないだろうな。俺はあんたと戦いたいんじゃない。頼みがあるんだ。人に物を頼むな。他人の力を借りずに話せ。一人で俺に勝ったなら話くらいは聞いてやる。お兄様。いや、いい。あいつの言う通りにしよう。
影に沈め。その程度か。へっ。はっ。これが闇だ。あっ。それなりに強く仲間がいるからな。一緒に戦っていなくて俺が戦えるのは信じてくれる仲間がいるからだ。あんたも来てくれれば俺はもっと強くなる。タロ、俺と一緒にアルティミシアと戦ってほしい。俺はシードじゃないぞ。関係ない。選べる少ない道の中から最善だと思える道を自分で選ぶ。多分それが大事なんだ。俺が選んだ道には頼れる仲間が必要だ。要するに他人任せ。頼れる仲間におんぶに抱っこ。頼るんじゃない、支え合うんだ。私では何とでも言える。だが戦う者いつも一人だ。俺は一人じゃない。頼れる仲間を支えたい。みんなに誇れる自分でありたい。そういう気持ちが俺を誇り高く強くするんだ。あの獅子のように。なりきり構ってられないか。邪魔する奴は蹴散らすだけだ。ここは戦場だ。
程度か。どうやら戦う理由はなくなった。どういうことだ。力を取り戻したんだろう。なら俺の芝居は終わりだ。つまりお兄様はわざわざ魔女の騎士の芝居をしてたってこと？スコールが魔女に勝てるよう鍛えるために。芝居？芝居はここまでだ。あんたは十分戦える。ただし信じてくれる仲間がいればな。あんたは俺を信じてくれるか？俺は最初から信じてる。下手な芝居を打つくらいにはな。あんたなら大丈夫だ、スコール。魔女を倒すんだ。ああ。セイラは知ってたのか。あいつは操られていなかったって。黙っていてごめんなさい。でもあなたを死なせるわけにはいかなくて、お兄様を追ってもらうため怒ったふりをしていたんです。バレバレでしたよね。もちろん気づいていた。本当に？嘘やごまかしはいらないんじゃねえのか。
弾けろ。くだらない任務だ。
の心。でも相手してやる。
つの後を追うんだな。はっ。
こだ。
はっ、邪魔する奴は蹴散らすだけだ。
強敵には慣れてない。突き進むしか道はない。受けてみろ。揺らがない。
さ、もう一回時間圧縮について聞いてもいい？何が知りたい？何がっていうか、どんな感じなのかなって。過去、現在、未来、あらゆる時間と空間を圧縮し一つにする魔法とは聞いた。それがどんだけやべえのかは正直俺にもよくわからない。時間圧縮はあらゆる今を一点に集約する。過去も今に、未来も今になり、魔女を中心に今が重なって、膨大に重なった時間の中で過去にも未来にも存在しない人間は瞬きの間に消えていく。魔女は消えないの？魔女は死なないからな。過去から未来に存在し続ける魔女は、時間が重なれば重なるほどその力を増していく。結果、圧縮が完了した世界に残るのは、極限まで薄まった何もない世界と強大な力を持つ魔女だけになる。つまり何？もうちょい簡単にお願い。難しいんだ。思い出も約束も記憶も薄められて消えていく。全てが新しい大量の今に上書きされていくんだ。もちろん俺たちも。そうなると、俺が俺だと分からなくなる。そうだ、俺たちの存在も膨大な時の渦に薄められて終わりだ。自分でも自分のことが分からなくなる。それもパラミティア全部を飲み込もうとして。そうだ、時間圧縮が完成しちゃったら、パラミティアはなくなる。俺たちも消える。アルティミシアだけが残る。そんなの困る。私はまだ夢も希望もあるんだから。そういうわけで俺たちは魔女を倒しに行くんだ。よし、よくわかった。私も行く。ああ、頼りにしている。時間圧縮は大切な思い出も交わした約束も掴むべき未来も頼るべき仲間も全てを無に帰す魔法です。俺は帰らなきゃならない。約束したんだ、待ってるって。思い出したんだね。